はい、どうも、始まりました、ノルでございます。ウミガメのスープやっていきましょう。久しぶりですね。両問題を探す。いやー、間が空いちゃいましたね。はい、今日はどんな問題かな。まあ今日は3問ぐらいやりますかね。はい、いつもの感じですね。で、まあ最初は 70% から 85% ぐらいで、次がまあ 86% 以上ですね。で、最後 69% 以下やっていこうかなって感じですね。あれ、前 75% 以下だっけ。まあまあ、とりあえずいいや。まあとりあえず最初はまあ 85% から 70% ですね。そして誰もいなくなった、だっていいね、なんか小説のタイトルみたいだね。どうしましょうかね。カメオくんの大出世だって。へー、気になるね。あ、20の扉がありますね。オンとアダだって、すごいタイトルだね。暗所恐怖症あいうえおかきくげこだって。面白い名前。あ、ちょうどいいかもね。皆さんは暗いのは好きですか。まあ眩しいとこよりはいいのかな。あー、これ良さそうですね。暗所恐怖症だって。まあこれいきましょうかね。はい、挑戦するを押してから、はい、謎解きスタートです。はい、作った方はあいうえおかきくげこさんですね。覚えやすい名前ですね。はい、問題いきましょう。あー、この感じ久々だね。いいですね。とあるスーパーで停電が起きた。もう夜だったため周りは何も見えないくらい真っ暗になった。このスーパーに来ていた A さんは暗いのが嫌いだったため懐中電灯を持ち歩いていた。しかし A さんは懐中電灯をつけずに走り出した。一体なぜ。何があったんだろうね。スーパーで停電が起きて、営業中にってことかな。まあそれもちょっと分かんないですね。なんかまあ夜中品出しとかするのかな。そういうとこもある。まあ、夜のうちにトラック来て荷物をとりあえず置いといてみたいなとかもあったりするのかな。A さん、この A さんが誰なのかだよね。あとは何時ぐらいでどういう状況なのか、スーパーが営業中なのかどうなのかとかですね。まあ、とりあえず考える方向性というかね、を考えてから質問しましょうかね。あ、すごい、200いいね以上。へー、両門の予感ですね。いや、面白そうですね。はい、まあ質問していきましょう。とりあえず懐中電灯を聞く前に、まあ A さんについて知ろうかな。まあ最近やってる戦法なんですが、 5W1H で攻めていくっていうのがいいかなっていう。まあなんか状況を整理するにはちょうどいいテンプレートというか、まあフレームワークっていうのかな。まあこれに当てはめて、まあ状況を整理していけばいいみたいなね、考え方ですね。5W1H なんで、いつどこで誰がどのようにどうしたみたいな感じですね。で、なぜ走ったのか、Y の部分ですね。で、タイトルが暗所恐怖症ってあるね。まあまあ、まずとりあえず普通に質問しますか。 A さんが懐中電灯をつけなかったのは、あ、つけなかったのかつけられなかったのかか。なるほどね、そっちもあるね、確かに。暗視ゴーグル持ってんのに懐中電灯、なんでだろうね。あ、どこに走ったか、ウェアの部分ですね。どこ、まあ、周りの状況から考えてった方がいいのかな。どこに走ったかは重要ですか。あ、どこに向かって走ってたか、どっからどこに、入り口、出口、田口、あ、違う出口に向かって走ってたのかな。バックヤード、それとも、いい質問。どこでもいい、とにかくその場を離れたかった。暗いのが怖いからってこと。まあ、もうちょっと A さん行くか。 A さんは懐中電灯をつけられなかったのか、理由があるか。つけなかったのかつけられなかったのか。まあまずつけられない方を聞いてみますかね。 Yes、 いい質問。つけられない方、まあ一応つけなかったもう聞いてみるか。つけなかったのは暗いのを克服したかったからですか。あー、つけなかった動機、でもこれはあんのかな。まあ一回これも聞いてみますかね。はい、 No。 まあ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 、そうだよね。つけなかったというよりはつけられなかったって感じですね。ということでいいのかな。まあまあ、暗いのを克服したかったからではない。つけなかった理由は他にもあるかもしれないのか。まだちょっとわかんないですね。A さんは恐怖を感じていたか。あー、なるほどね。一人だけなら、まあ、閉店後に停電してんのなら怖かった。まあ、でも、関係ないか。周りに人がいても怖いか。暗所恐怖症の人は。どうなんだ？ Yes。
恐怖を感じていた。恐怖は感じていた。で真っ暗で、まあ普通にあれかな、懐中電灯電池が切れてたのか、シンプルに。じゃあ懐中電灯にも聞いてみる。懐中電灯、懐中電灯の、あ、ありますね、懐中電灯がどうしたかですね。懐中電灯の電池が切れていたんですか。何がどうなってるのかって感じですね。ワットの部分かな、懐中電灯がどうしたのか、どういう状態なのかですね、をはっきりさせていく。電池が切れてたわけではない。懐中電灯じゃ壊れてたのか、これも聞いてみるか。まあそうだね。とりあえず What の部分、でいいのかな。 How、 どのようにかな、なんだ、どっちだろう。まあ No ですね、壊れてたわけではないと。懐中電灯は使えたのに使わなかったと。をすぐに取り出せなかった。でも手に持ってたんじゃないかな。懐中電灯以外のものを使ったのか。まあ、ハウの部分ですね。これですね。ハウの部分ですね。使ったのですか？まあ、Y の部分とハウの部分ですね。どのように？何も使っていません。なるほどね。じゃあ、周りが暗い状況で A さんは走り出したってことですね。まあ、基礎質問も言ってみますか。基礎質問が、本当に何も見えなかったのですか？A さんは暗いのが嫌いだったため、もう夜だったため周りが何も見えないくらい真っ暗になった。本当に何も見えなかったのか。そうだね。これ一回聞いてみますか。まあ周りがどういう状況なのかだよね。犯罪者が隠れてて明かりをつけたらバレる。なんでしょうね。本当に何も見えなかったと。なるほどね。風の部分ですね。他に重要人物はいたか。これ結構大事なんだよね、登場人物ね。風と Y、 まあ Y はまあ当然動機とか、まあ、それがまあ問題の核心だったりするからね。 Y はもちろん重要なんですけど、この風の質問、誰の部分が結構重要だったりするんですよね。他に、わー来たね、あー来ましたね。はい、 Yes、 いい質問で質問増えてますね。重要っぽいですね。で登場人物は、じゃ登場人物はもっと大勢ですか。これで質問ですね。てかそもそもスーパーに懐中電灯を持って行く状況って何って感じだよね。やっぱ営業中ではなさそうな雰囲気だね。警備員か何かなのかな。もっと大勢、大勢ではない。登場人物は2人か3人、なんだこの人数の差は何かあるのか。まあ、大勢いたからつけなかったは考えられるが、2人か3人かって重要なのかな。2人だからどうしたって感じだよね。ちょっとわかんないですね。二人ではない。じゃあ三人なんだ。三人だから何なんだ？いや、面白いね、この問題ね。もうこの時点で分かった人いるのかな？すごいな、分かってたら。三人なんだ。で、良い質問。A さんの恐怖は何かをやらかしてしまったからですか？何かを見てしまったからですか？暗いのが怖いからですか？Y の部分を掘り下げる感じですね。何かを見たからなのか、純粋に暗いのが怖かった、暗いのが怖いからですか、で脳が出たらあれってなるよね。まあ、とりあえず他の質問をすることで、なるほどね、何かを見てしまったんですね。何かを見た恐怖で、暗いのが嫌いなのにつけなかったのはつけられなかったからで、何かを見て怖いと。なんだろうね。はい、まあこの何かを見たってのが出たので、まあこれを掘り下げていきましょうかね。A さんが見たものとは、殺人の瞬間、スリだったら別にね、犯罪者、殺人トリックとかで、でもなんで結構懐中電灯持ってんだろうね。暗所恐怖症だから常にどこででも持ってんのかな。カバンの中かなんかに常に入れといてるってこと。スマホのライトじゃダメだったかな。懐中電灯なんだよね、わざわざね。殺人の瞬間なんだ。これだね。これですね。じゃあもうこれ答えなんじゃないか。走り出した。もうこれ答えじゃないか。てか、回答文長いね。懐中電灯をつけなかったのは、に、自分のを用にするため、走ったのは、何々から何々ため。懐中電灯をつけなかったのは、殺人者に、殺人犯、回答、回答、懐中電灯で
懐中電灯をつけなかったのは殺人犯に自分の存在を知らせないようにするため。走ったのは逃げるため。この6文字は一緒かな。まあとりあえずなんか過去の入力がすごい入力を邪魔してくる。殺人犯でいいかな。殺人犯でいいかな。殺人犯に自分の存在だっけ、存在、自分の居場所でもいいのかな、自分の居場所、存在、殺人犯に自分の居場所をわからない、居場所かな、居場所、存在を知らせない、居場所ですね。どっちかというと、まあ、懐中電灯をつけない理由だもんね。居場所をわからない、殺人犯に自分の居場所をわからないようにするため。走ったのは殺人犯から逃げるためですね。多分一緒だよね。殺人犯からニコ生で出てくる、肉帳も出てくる、逃げるため、はい、これかな。言葉が違ったら違うかな。あ、やったー、一発でいった。これ気持ちいいね。いいですね。なんか少ない質問、まあ割かし少ない質問集できたんかな。いいですね。はい、まあ解説、あ、固まってないんで、はい、解説見ていきましょう。あ、犯罪者でも殺人者でも良い感じですね。存在でも良かったわけですね。はい、 OKOKOK、 いいですね。でも下から数えた方が早いか。18分かかったね。質問数15、7分か。なるほどね。うん、早いですね。殺人鬼も曖昧に入れてほしいです。あ、まあ確かにね。 A さん頑張れとは思わずにいられない問題でした。うーん、なるほどね。まあいいねしとこうと。はい、いいですね。スイスイ行きましたね。あんまり引っかかれずね。はい、まあでももうちょっと早く行けたんかな。まあまあまあ、とりあえず、はい、次はタイムアタックですね。 86% 以上の、まあ難易度的には簡単なのかな、まあ正解率ねをやっていこうかなって感じですね。で、一回こうやって、まあやった問題は色がつくみたいですね。いいですね、実況向けですね。あー、いいのがありますね。20の扉、カッティングキャベッジ、すごい個性的ですね。はい、行きましょう。挑戦するを押してから、前から思ってたんだけど、問題文読んでから謎解きスタートでもよかったのかな。まあ、とりあえずね、まあ問題文読んでる間に考えることもできるからいいのか。まあとりあえず、はい、行きましょう。作った方はダニーさんですね。行きましょう。離れ小島くんでいいのかな。離れ小島くんがいつもよりキャベツを多く捨てたのは、離れ小島くんがいつもよりしっかりとあるものを切ったからである。あるものとは何か。シンプル。いや、面白そうですね。あ、タイムアタックだった。いつもよりキャベツを多く捨てたのは、あるものを切ったからである。なんだ、捨てる理由ってなんだ。ちょっと問題文見ようかな。あ、2文字なんだ。あるものとは何か。何、しっかりとあるものを切ったからである。芯じゃなくて。離れ小島くんは料理をしていますか。なんだ、キャベツ、他に重要なキャラいますか。名字は離れ小島ですか。確かに気になるね。捨てたキャベツは食べられない、芯の部分ですか。こっち どっちもなんか重要そうですね。まあこっちかな。食えないかったから、純粋に。でもいつもより切ってるってことは、いつもは気にせず食べてるってこと？あー、理由の方が重要だったかな。あるもの、の、あはは、やば。なんだ？あるものは、硬いですか？あるものは、どうしよう。切った後食べますか？水気を切ったとか関係ないもんね。多く捨てたのはだもんね。ん？どういうことだ？あるものを切った後食べますか？切るのは難しいですか？まあ、いつも切ってないんだもんね。やべ、質問数多くなっちゃうかもな。の、いい質問。難しくはない。あるものは食べることはできますか？じゃあな。捨てたのは食べられない場所じゃないんだよね。捨てたってなんだろうな。なんで捨てたんだ？もうこれ質問なくても芯か葉っぱかだよね。で、2文字だったら芯なのかな？切った後は食べない。あ、でも芯ではないんだよね。芯の部分ではない。なんだ？あるものとは何か。キャベツ以外のもの？しっかりと、しっかりとね。あるものは、体の一部って怖いね。所有物ですか？これ？キャベツ以外のものってこと？あ、じゃあ、食べられる部分か。
あれ？やば、ちょっと混乱してきた。充電ありません。わー、食べられない部分じゃないだよね。食べられる部分なんだよね。え、でも切った後食べないのか。切るのは難しくない。え、水？水気？水気？水気を切ったからなんで捨てるんだ。え、どういうこと。離れ小島くんは料理をしていますか。そもそも料理なのかこれ。あー、なんだ、ウサギに餌をあげてるとか。イエス、料理をしてる。あ、なるほど、料理で攻める。ミスリード注意だって。作ってる料理は特定の必要がありますか。本当に美味しい。あ、まずいから捨てたってこと。あ、離れの小島くんが料理下手でなんか余計なことしちゃうから、うん、じゃあが作ったらまずってなって。料理は得意じゃなくても作れます。あるものは食べない。料理中だがミスリード要素あり。料理下手でも作れる。これキャベツ含まれてなかったらなんだろうってなるよね。やばいやばいやばい、早く解こうとしすぎてちょっと頭の整理が追いついてないですねっていう言い訳をしてみます。はい。で、イエス、イエス。今含まれるよね。キャベツが含まれる料理。あー、なんか増えてる。サラダですか？あれですか？キャベツと豚バラ肉を交互に鍋に敷き詰めて本出しで煮るやつですか？あー、ミルフィーユ鍋的な？美味しいよね。あー、とんかつか。なるほど。とんかつのなんか敷くやつでしょ？で、切りすぎちゃって余って捨ててるってこと。あー、ノーノーか。あー、でも難しくないだもんね。千切りキャベツでわりかし難しいもんね。いや、あとちょっとですね、作ってる料理はサラダ。あー、レタスと間違えたってこと。そんなことある。いつもよりキャベツを多く捨てたのはあるものを切ったからである。あるものとは、なんだ、全然わからん。サラダ。あ、でもコールスローサラダはあれか、キャベツか。コールスローってキャベツだもんね。ノーですね。やばいね。質問がどんどん増えていく。あれですか長いな。これ聞いてみる？ミルフィーユ鍋ってこと？なんだ、どういうことだ。あるものを切ったからである。水？水気？どういうこと。なんで捨てるんだキャベツを。なぜキャベツを捨てるのか。特定の必要がありますか。そもそもね、料理は関係ない。イエス、特定してくださいだって。マジか。ホイコーロー、料理キャベツ、焼きそば？どれも捨てるようなあれあるか？なんかこれ、まあ、料理キャベツだけなんか手間がかかりそうな。あ、でもあれか、難しくないらしいから、料理キャベツではないか。料理自体が難しくないんだよね。No！ 何これ？ひょっとしてここ以外のあれなんじゃないか？ラーメンですか？全部違うのか？たまにそういうのあったりするからね。質問がめっちゃ並んでて全部選んだら全部違うみたいなね、あったりするよね。ノーですが、てんてんてん、いい質問。あー、ラーメンなんだ。ラーメンっぽい。ラーメンではないけど、ですが、ラーメン、いつもよりしっかりとあるもの。指？あー、血だらけになったってこと。あ、でも料理の特定いるかそれ。ノーですが、なんだ、含みあるね。キャラクター関係あるか。あるものを切ったのはキャベツを食べるためですか。なんか増えてるんでこれ聞いてみますか。やべ、質問だらけになってるね。しかも時間も結構経ってる。全然タイムアタックになってないね。イエスですが、キャベツが料理のメインではありません。ラーメン、理由は重要ですか。最初これで攻めればよかったね。理由ね、切った理由ね。ちょっと失敗しましたね。切った理由は、そこに深い理由はありません。なんだ、体の一部ですか。これ聞いてみる。指切っちゃった、これはないでしょうっていう、まあ先入観ねが邪魔してたりするからね。 No！ まあそうだよね。あるもの、硬いですか。なんでしょうねよくわかりませんね。水気を切ったのかな。なんで捨てるんだ。カッティングキャベツ、硬くはない。液体？これで固体じゃなかったら水？なんで水を切ったら捨てることになるんだ。固体ではない、じゃあ水だよね。よくわかんないね。なんで？でも水っぽいね。水を切った、
なんだろうな、どういう理由？まあだよね、まあ、正解は分かってたんだが、あーなるほど、カップ焼きそばを作ってる。へえ、お湯を入れて3分経過、ソースを混ぜる前にお湯を切る。あ、水じゃなくてお湯なんだ。へえ、ソース焼きそばね。あー、ラーメンではないですが、まあ、カップ麺。なるほどね。いつもパッパとお湯を切るのだが、なぜか今回粘着質でお湯を切る。あー、そうなんだ、離れ小島くん。そのせいで乾燥具材のキャベツがいつも以上に裏蓋にくっついた。そういうことね。なるほどね。離れ小島くんは裏蓋についたキャベツをちょっと焼きそばの上に戻したものの、いつもより多くのキャベツを捨てることとなった。なるほど、いつもより粘着質にお湯切ったんだ。なるほどね、ペヤングってことね。うわー、12分、すげえ、秒殺した人もいいんだろうな。あ、でもそうでもないか、みんな2分以上はかかってんだね。へえ、また800何位とかだね。なるほどね、カップ焼きそばね、12分かかっちゃいましたね。いや、これ面白かったね。これは面白いね。いい問題ですね。へえ、これ面白いわ。いいですね。はい、まあ、次の問題いきましょう。気を取り直して。はい、やってきましたね。70%、まあ、69% 以下の問題やりましょうかね。あ、ちょうど並んでますね。ジャンキーだって。いや、シンプルでいいですね。幼き頃のトラウマ。早い人って。あ、すごいな。早い人って結構すごいんじゃないっけ。100の問題上位5着以内だって、やば。やばいね。キャッツさんすご。すげえわ。100問を上位5位。へえ。まあまあ簡単な問題、クリア平均の低い問題をめちゃくちゃやればできそうな雰囲気はあるけど、それでもすごいね。へえ。僕の好きなことは、どんぶりぶり。どんどんぶりぶりか。どんどんぶりぶり。いいね。いい、何がいいんだろう。いや、なんかクレヨンしんちゃん的な雰囲気を感じるね。ブリブリザイモン。挑戦者888だ。違うことに気を取られてる。キャーだって。面白そう。ピンちゃんさん。まあ、またの機会ですね。何やりましょうかね。30% のありますね。この世界率低すぎんのもちょっと考えもんなんですよね。なんか知識ないと解けなかったりね、するからね。何しましょうかね。ネイキッドマンだって。面白そう。ああ、アカシアンさんですね。この人も常連ですね。いやー、面白い問題多いんですよね。何でしょう。まあ、せっかくなんで、まあ、違う人しましょうかね。まあ、いろんな人の問題を解いていきましょうかね。なんか手頃というかちょうどいいのがありますね。64%、初めてのメール。これでいきましょうかね。はい、挑戦するを押してから。はい、謎解きスタートでーす。はい、作った方は犬山さんですね。初めてなので至らぬ点もあると思いますが、お願いします。初めて作ったんだね。なるほどね。いや、俺もなんかいずれ作ってみようかな、問題ね。いや、結構こだわりそう。はい、まあ、とりあえず問題いきましょう。一度も付き合ったことのない男が勇気を出して好きな人に初めてメールを送った。メール世代ですね。今メールでなんか仕事以外でやり取りしてる人とかいんのかな。まあでも遊び半分でやってる人とかもいるのかな、文通的な。あえてね、 LINE じゃなくてね、メールでね。まあいなくもなくはないよね。まあゼロではないよね。だがメールが返ってくることはなかった。好きな人にメールを送ったんだけど、メールは返ってこなかったんだ。しかし男は大変満足した。一体なぜだろう。確かに。まあ送ったこと自体が達成感なのかな、第一歩踏み出したみたいな。好きな人に初めてメールを送ったんだよね。返事がない。めちゃくちゃメールごじってたとか、あ、見られてないんだなみたいな。でも見られてる可能性もあるから、それはないか。なんか変な文章作っちゃって、あ、見られてない、よかったみたいなわけではないよね。メールだから残るもんね。しかも相手が見てるか見てないかなんて分かんないもんね。いやー、そう考えると LINE で便利だよね。既読とかあるもんね。メッセージも消せるしね。メールはもう送っちゃったら本当に最後というかね、振り返りがつかないというか、そういうのありますよね。はい、とりあえず、男が満足した理由を責める、いきなり確信。まあ、状況整理か。とりあえずどこから責めようかね。まあ、純粋に理由か。理由を探っていく感じだよね。男が満足した理由ですね。
メールを送ったこと自体に満足してるのか。まあとりあえずこれでいきましょうかね。遅れたみたいな、帰ってこなくてもまあダメ元で送った、うん、まあずっと悶々としてるよりはみたいな感じ。ああノーだって。へえ、満足したのはやっぱり帰ってこなかったことが満足なのかな。まあ、とりあえずこれ確定させますか。なんで帰ってこないから満足なのかは、まあもうちょ、うわー、返してもらえなかったことに満足したわけではない。ほう、なるほど。メールの内容は不備があった。あー、俺が最初に考えてたやつですね。脅迫状って怖いな。あー、好きな人に嫌われるのが快感みたいな、ちょっと危ない性癖の人ってこと。なんだろう、嫌われることを書きましたかってやつ。うん、なんでしょうね。メールの内容、あー、何を書いたか、 what の部分ですね。なるほどね。ラブレター、普通にラブレターだよね。え、そういうわけでもない。好きな人、まあ、でも仕事の、ん、なんだろうね。 no no なんだ、ラブレターじゃないんだ。へー、なるほどね。あー、内容、メールの内容、メールの内容結構重要ですね。いい質問出ましたね。メールの内容は、なんだろう、不備があった、嫌われることをわざわざ書いたか、不備があったか。あ、そうか、こっちの名前は明かさずにいたずらで、どうなんだろう、いたずらメール、不備があったわけではないと。そうだよね。なんだ、矢印、基本質問、言葉遊びやりますか、他の人物は登場しますか。まあなんか登場しなさそうめっちゃ噛んだ。まあ、登場しなさそうだけど、しなさそうだけど、まあ、ちょっと人物ね。人物めっちゃ大事なんだよね、登場人物ね。まあ、一回聞いてみますか。この二人だけのやりとり、関係ないです。まあ、そうだよね。とりあえず好きな人、重要なことは、あー、そうか。外人かもしれないのか。あー、なるほど。好きな人、重要なことは、付き合っている人がいることですか。性別か、なるほどね。男の印象ですか。重要なことはなんだ。男の印象ですかってなんか不思議な質問ですね。これ一回聞いてみる。の、まあせっかくなんで好きな人をちょっと深掘りしていきましょうかね。好きな人で重要なことは何が重要なんだ。国籍？日本人じゃないのかそもそも。でもなんで帰ってこないからなんだろう。なんだ。の、国籍は重要ではない。好きな人は重要なのは、まあ、何がの部分ですね。付き合ってる人がいることですか。まあ、なぜであり何がであり、の質問ですね。付き合ってる人がいることですか。ノーだね。ほう、なるほど。好きな人、重要なことは性別。やべえ、なんか手当たり次第になってますね。同性、同性ってこと。あ、そっか、好きにも種類あるか。尊敬するの好き。そかそかそか、尊敬するの好きもあるのか。ノーですが、男でも女でも成り立ちます。あー、なんかぽい感じはするね。男女関係ない。あー、メールって DM のこと、ダイレクトメッセージか。でもあれ、でもあれをメールと捉えないか。なんかすごい芸能人のメアドをなんか闇ルートかなんかで手に入れて、そういうわけでもないか。なんかめちゃくちゃなんかファンの芸能人にメール送って、まあ、自己満足みたいな、なのか。ラブレターではない。で多分好きはまあラブじゃなくて、まあ、ライクとかの方なんだね。性別が重要ですね。なるほどね。ああなるほど。満足したのはメールを読んでもらえたことは、これはちょっと分かんないよね。相手が読んだかどうか分かんないよね。男で重要なのは付き合ったことがないことですか。まあ、わざわざ問題文に組み込まれてんだよね。まあでもこれはミスリードを誘うためな気はしますね。なんでしょうね。関係ないです、いい質問。あー、なるほどね。重要、男で重要なのは、男で重要なことは、まあ、こっちも性別って出そうな感じはするね。いらない質問しちゃったかな。なんでしょうね。まあそうだよね。男でも女でも成り立つと。メールの内容はラブレターではない。
脅迫状？おやおやおや、ちょっとわかんないですね。嫌われることを書いたか、なんでしょうね。まあノーだよね。メールの内容はラブレターではない。あとここ当てはまんないのか。じゃあ脅迫状、あーストーカー的な感じ。ストーカーか、この男がストーカーってこと。まあ、脅迫でもしないか。なんでしょうね。満足したのは読んでもらえたこと。でもこれわかんないよね。読んでもらえたかどうかなんてわかんないよね、メールだったらね。まして返事来てないわけでしょ。なんだろうな。え、イエスなんだ。へえ。男は自分のメールを読んでもらい満足しました。え、なんでわかったんだ、読んでもらえたかどうか。え、なんだ。あー、質問が増えてますね。読まれた時の、あーなるほどね、読まれた時の場所。あー目の前。なんで読まれたこと知ったんだろうね。これちょっと聞いてみようかな。 How の部分かな。どのようにして、どのようにして知ったのか。 Yes、 確実に知りました。おーそうなんだ。時間、まあ、読まれた時の、まあ、場所の質問がありますね。これ聞いてみますか。場所、まあ、ウェアの質問ですね。場所って重要なのかな。でもメール送って、読まれてるのは確実に知った、てる、読まれた、嬉しい、ある、あーあー分かったかもしれない。あーなるほどね、ラジオかな。なるほど、あーなるほど、メールを読まれたから、あーそうだよね、ラジオの放送を聞いてて、おなるほどなるほど、そういうことかな。そういうことだよねきっとね。そうか、好きな人がやってるラジオの、なるほどね、番組で自分のメールが読まれたからやべーってなってんのか。いやーそうだよね、自分の、そうだよね、自分のなんかコメントとか読んでもらえたら、うわー嬉しいみたいななるよね。返事が返ってきたりね、なんか推しの人の、いや嬉しいよね、そうだよね、キャーってなるよね。そう、あの好きな人の YouTube でコメントしてハートマークつくと、いや嬉しいみたいな、まあいろんな人にハートをしてんだろうけど、いや嬉しいねみたいな、そんな感じ。まあそれよりは嬉しいか、実際に読まれてるわけだもんね。なるほどね。だよね、多分ね。好きな人は、ラジオパーソン、芸能人で、男は、ラジオで、自分のメールが読まれたから。好きな人は、芸能人でいいかな？芸能人で、ラジオかな、ラジオ、好きな人は芸能人で、男はラジオで、自分のメールですね。あ、待って、まあ、矢先こっちにしますか。読まれた、あれ、どこに何をしてんだこれ。もう バグってるぞ、やばバグってますね。好きな人は芸能人で、ラジオ、あーもう過去のコメントが、過去の回答が邪魔をする。自分のメールが読まれたからですね。これなんじゃないか。いや確かに読まれたら嬉しいよな。好きな人は芸能人で、男はラジオで、自分のメールが読まれたからですね。これですね。ちょっと言葉違ったらどうしようかな。芸能人の部分が違うか。あ、やった、来た、すげー、今日全部あれだね、一発正解ですね。いいですね、来た、なるほどね。はい、解説に行きましょう。男は好きな芸能人のラジオのリスナーだった。いつもは聞いてるだけだったが、自分もメールを読まれたいと思って初めてメールを送った。あ、そっか、しかも初めてなんだね。初めて送ったメールが読まれるってやばいね。するとメールコーナーでラジオネーム〇〇、自分のラジオネームが呼ばれ、メールが読まれたことで男は大変満足した。いや、いい問題だねこれ、マジで素晴らしいわ。はあ、面白かった、いいですね。271位ですね。やっぱまあ半分以下ですね。まあ18分でクリアですね。てっきりラブレターのことかと思い時間がかかりました。見事に罠にはめましたね。面白かったです。確かに。ちょっとね、ミスリードというかね、誘い込ませるみたいな。いやーなんか、いいね。面白いね。そう、曖昧ワード大事だよね。なんか回答文をまあ似たような言葉、まあ違う言葉を当てはめても回答できるようにっていうのが曖昧ワードだったかな。まあそうですね、曖昧ワード大事ですよね。ヒントがサクサク出て解きやすかったです。
まあ、確かにね、なんかわりかし解きやすかった感じはするね、質問がね。いや、いいですね、いいね押しとこう、面白いね。いやー、久しぶりのウミガメでしたね。いや、皆さんいかがだったでしょうか。いや、いいね、今日調子良かったですね。全問一発で、不正解が出ずに一発で正解まで来ましたね。いや、いいですね。いや、面白い問題も多かったね。いや、個人的に大変満足ですね。はいはい、ということでウミガメのスープでした。ご視聴ありがとうございました。まあね、最近ウミガメやれてなかったんですが、まあまた今後も、まあ、できる限りウミガメはやっていこうかなって感じですね。できれば週1ではやりたいですね。まあなんで、まあ興味ある方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録とかコメントとかお待ちしております。はい、それではまた会いましょう。ノラでした。